小学館の学習雑誌小学館の学年別学習雑誌小学館の学習雑誌が並ぶ売り場小学館の学年別学習雑誌は日本の出版社小学館が1922年に創刊した幼稚園児及び小学生を対象にする学年別の総合雑誌1922年に小学5年生と小学6年生が創刊し翌1924年に 小学4年生、1925年に、小学1年生、小学2年生、小学3年生が創刊した。現在は、小学1年生と1982年に創刊した期間の、学習幼稚園と増刊扱いの入学準備小学1年生の3種が刊行されており、一般に、学年詞といえばこれらの雑誌を指す。学習幼稚園、 入学準備小学1年生は小学校入学を控えた5から6歳の年長児向け小学1年生、そして廃刊した小学2年生から小学6年生までは、氏名の通り、それぞれ小学生の読者の学年に対応している。編集部は各種別に設けられ、年度が変わると読者は自動的に一つ上の学年の雑誌に移るが、編集部自体は繰り上がらず。 次年度も同じ学年向け雑誌を編集する。事実上の競合誌には通信教育の真剣ゼミ小学講座、子供チャレンジや出版物扱いながらも一般書店では購入できないポピー、科学と学習などが挙げられる。これらと比較して多くの書店で購入できること、娯楽の要素を重視していることが特徴である。そのため、お化けの旧太郎、ドラえもん、アサリちゃん。 ちょっとこハム太郎など本誌から数多くの人気漫画が生み出され、1980年代後半以降は、任天堂の人気テレビゲームから派生したキャラクターである、スーパーマリオ、星のカービィ、ポケットモンスターなどの漫画版を積極的に載せている。ゲームソフトの記事も、任天堂製ハードのものを中心に取り上げて、公式攻略本の発行にまで至る、任天堂との蜜月関係を築いた。 1990年代後半以降は、週刊少年サンデーで連載された名探偵コナンをテレビアニメ化をきっかけに、本誌でも積極的に展開することで、週刊少年サンデーの主な読者である中高生に加えて、小学生にも爆発的な人気を作り上げてきた。しかし、現在では学習用を重視した真剣ゼミ小学講座の一人勝ちである。 1980年代から1990年代の学習雑誌には真剣ゼミ小学講座の広告が掲載され、高読を圧戦していた時期もあったが、その真剣ゼミ小学講座が本誌の売り上げを奪うという事態になり、小学2年生から小学6年生の母市が休館に追い込まれる最大の原因になっている。1995年からは、 小学館と小学館集営者プロダクションが共同で、ドラえもんをキャラクターとして起用した、学年誌の増刊扱いの学習教材、習熟ゼミ、ドラゼミで、通信教育業界に参入し、ベネッセに対抗している。小学校中学年頃になると、娯楽の方面でも、男子はコロコロコミック、週刊少年サンデーや、週刊少年ジャンプ、 週刊少年マガジンなどの少年漫画専門誌や、ゲーム専門誌、女子は、ニコプチ、ニコラや、ピチレモンなどのファッション雑誌や、チャオ、チョコミーや、リボン、仲良し、花と、夢、ララなどの少女漫画専門誌に、多くの読者が移行する。そのため学年誌を途中で読まなくなる読者もいる。対して、逆に途中から読み始める読者は限られる。発行部数は、 学年が上がるごとに前言傾向にあり、こちらに関しても前述の語師が配管に追い込まれる原因になっている。2010年度発売後からは内容がリニューアルし、学習記事の強化が図られ、小学1年生では毎号学習ドリルが付録としてついてくるようになった。しかし、 1997年度から2009年度までは500円台だった。価格が2010年度以降は680円と大幅に値上げされ、結果的に部数は激減した。読売新聞東京本社が2011年3月に創刊した小学生高学年向け週刊新聞、読売子供新聞の一部紙面に小学館が制作協力を開始している。 2016年7月7日、小学2年生2016年8月号増刊として、小学8年生を試験的に発売し、70%ほどの売れ行きだった。2017年2月15日より、小学2年生増刊として、新創刊した。本格的な創刊号となった2017年第1号は、約8万5000部を完売した。使名の 8話のなせぐ数字で個々のセグメントをすべて点灯させた状態であり、小学校の全学年対応を意味するとしている。2017年度以降も引き続き刊行される小学1年生と2016年度限りで廃刊した小学2年生については、それぞれの項目を参照。2010年2月まで高学年向けに小学5年生と小学6年生。 2012年2月まで中学年向けに小学3年生と小学4年生が発行されていた。このうち小学5年生は1922年の創刊当初、児童の成長を阻害する天井を取り払う意味を込めて、数字の5の上部の線をなくした独自の代号を使用していた。また、小学6年生では2005年以降、表紙において略称の 小6を強調した大号を使用していた。5年生と6年生は部数の低名から2009年度いっぱいで廃刊することが2009年10月26日に発表され、5年生は2010年2月3日発行の3月号、6年生は2009年12月28日発行の2.3月合併号が最終号となった。小学館側は部数低名の一員を 男女の思考の差と情報、趣味、思考の多様化としている。休館した高学年2子に代わり、2010年4月15日に小学校高学年と中学生を読者ターゲットとした学習漫画誌、極万プラスを各月間で創刊したが、2011年10月発売の11、12月号で廃刊した。休館前の2子が網羅していた女子向け。 ローティーンファッション関連の情報は、ダイデイジーが年齢層を中学生にまで引き上げる形で引き継いだが、2010年8月までに3号が発売されたのみに止まり、事実上廃刊した。中学年向けの小学3年生と小学4年生も2012年2月3日発売の同年3月号をもって廃刊した。3年生と4年生の発行に変わる企画として、中、 高学年向けの小学館の学習ムックの発刊が発表され、2012年3月31日に第1号としてコナンを目指せ、謎解きチャレンジ2012が発行されたのを皮切りに、以後不定期に発行されている。さらに、小学2年生も子供の環境の大きな変化と趣味、思考の多様化で読者のニーズと合致しないという。 判断で2016年12月26日発売の17年2.3月が併号で廃刊することとなった。一方でドラゼミの小学2年生6年生コースは2019年3月号まで存続していた。かつては中学生を対象とした学習雑誌である中学生の友から1963年と女子中学生高校生を対象とした 学習雑誌である、女学生の友から1977年、プチセブンの前身も発刊されたことがあった。中学生の友は1957年から1963年の休館まで、中学生の友1年、中学生の友2年、中学生の友3年と、学年別に分かれていた。括弧内は、掲載学年を呼び、掲載期間を表す。小学1年生、 小学2年生それぞれのみに連載された作品については、小学1年生過去の連載作品と、小学2年生過去の連載作品を参照。1960年代までは、娯楽生よりも学習士としてのスタンスを重視していた。しかし1970年代になると、ウルトラマン等の特撮や、アニメバラエティ番組等のテレビ番組や、テレビゲーム、玩ンの記事を載せたりする、等、 次第に、娯楽性を重視していく。表紙もそれまでは、子供の肖像だったものを、小学1年生から、小学3年生では、連載漫画やアニメのキャラクター、小学5年生、小学6年生では、アイドル歌手や人気女優の写真を、小学4年生ではその両方を使うようになった。1980年代半ばからジャンル別の雑誌が、多数発行されるようになると、 高学年向けの小学6年生では1991年のゴルバチョフの朝鮮と政治問題や13歳のハローワークをモチーフとした2005年の12歳のハローワークと就職問題を取り上げたり2チャンネルの AA、顔文字を掲載したりする等、時代に合わせて新しいものや別の方向性を取り入れようと変化しており読者層の獲得に努める様子が伺えていた その過程で1990年代前期引く、中盤にはややアングラ寄りのサブカルチャー色の強い路線。1990年代後半から2000年代前期には、ティーンズファッション、芸能情報メインの路線へ舵を切っていた。ページ数は、現在、再生期の半分に減っている。対して値段は、物価の違いを考慮したとしても再生期の倍といった状況にある。 現在も子供自身の意向ではなく保護者の意向で購入されている場合が多いと推測される。高学年向けでは末期には漫画を数多く掲載する別冊付録をつけ、本誌を学習的内容の比率の高いものにする策をとっていた。また会社の社員に子供がいる場合、その社員の子供に小学校入学祝いとして1年生と、 学年誌が配られることもある。以下は2000年代に刊行されている紙面の内容である。1990年代中頃までは、例年4月号が発売される頃に、福武書店、ベネッセコーポレーションの通信教育サービス、真剣ゼミ幼児講座子供チャレンジや、真剣ゼミ小学講座の申し込みはがき付け広告が掲載され、受講者獲得のために展開してきた。 1990年代後半以降、子供チャレンジ、新剣ゼミは、ダイレクトメール送付による勧誘へ、全面的に移行したことにより広告から退き、2000年以降は、小学館プロダクションが、ドラゼミの事業を開始したことに伴い、主に世標尻りまたは中間カラー麺に、同広告が掲載されている。年度変わりごとに読者を引きいいく格好になるため、 例えば漫画の新連載が年度初めよりも前倒しに全学年の1から3月号からスタートする等の連携は見られる。ただし、そういったこと以外での連携はかなり少ない。また、複数誌にわたって同じキャラクター、原作の漫画が載ることがあるが必ずしも横並びではない。例えば、1994年から1995年度にウェディングピーチが連載されたが、 小学1年生、小学3年生、小学4年生のみで、小学2年生では連載されなかった。また2004年度には、これと逆に、テレビアニメの企画をもとに、ミラクル、ドリームミンキーモモが、小学2年生のみで連載されていた。そして2007年現在では、同様に、名探偵、コナンの扱いが、隠し事で大きく異なっている。他にも、 隠しごとの方針の違いも目立つ。例えば2000年代の小学5年生では内緒のつぼみなどの少女向け漫画、企画が非常に充実していたが、同時期の小学6年生は小学5年生と比較するとかなり減少していた。こういったところで学年が上がる、際の読者の取りこぼしも少なからず存在しているとの懸念もある。小学館と 日本将棋連盟のタイアップによって開催された小学生を対象とする将棋大会であり、2003年から毎年1月に一橋の小学館社屋で実施されている。総合優勝決定トーナメント上位2名は小学生将棋名人戦東日本大会の出場権が与えられる。大会委員長は森内俊之。この大会の開催に合わせて、 小学5年生で将棋を題材とする漫画が森内敏之の監修付きで連載が行われた。大会開催時には、その当時掲載されていた作品の主人公達のイラストのカットがポスターなどに起用された。第7回以降のポスターイラストは、後継紙の極満プラスで連載作品を持つ村川和弘が再び担当している。第7回については、2009年秋の正午、 小6の休館決定に伴い、急遽繰り上がる形で2009年12月に実施され、正午、小6それぞれの最終号で、大会結果の掲載が行われた。第8回は、小学4年生紙面と学習雑誌のホームページ、ネットくんプラスの告知後、2011年1月16日に、第9回は同様の告知をした上で2012年1月29日に、 それぞれ開催されたが2013年の開催を見送り、それ以降の開催も未定とされたことがネットクンプラスで発表されている。隠しごとの最大発行部数は以下の通り。日本雑誌協会のデータによる隠しごとの月、平均発行部数推移は以下の通り。なお、この場合の年度とは前年の10月からその年の9月までの期間である。2007年度は 学習幼稚園、小学3年生、小学4年生、小学5年生で昨年度より増加に転じた。2008年度は学習幼稚園以外のすべての雑誌で2007年度より減少に転じ、小学3年生、小学4年生は2006年度よりも下回った。2009年度はすべての雑誌で下回った。特に小学3年生、小学4年生の 減少具合が著しい。なお、小学5年生、小学6年生については公表されていない。2010年度は価格が大幅に値上げされ、すべての雑誌で下落した。特に、小学2年生から小学4年生までは2007年度の半分程度にまで下がっている。2011年度は小学2年生が大幅に減少した。2012年度は隠しとも、 微言傾向にある、勉強を、遊ぼう。2010年、小学館の学習雑誌マニフェスト小学2年生、増刊号小学8年生、小学館ファミリーネット。配館した、小学2年生が、小学8年生にパワーアップ増刊号が2月15日、発売、ネトラボ。2017年1月12日16時5分、公開。AB、学習シス空間。 小学8年生小学館、斉藤誠編集長、日経 MJ2017 年6月16日付、3ページ。小学、年生の後継は、全学年対応の、小学8年生、ビッグローブニュース2017年1月12日、夏休みの小学生向け生活学習増刊号、小学2年生、8月号増刊、小学8年生、 小学5年生2010年3月号、小学5年生87年間の歴史1922-2010。AB、小学5年生、小学6年生が、休館小学館 MSN3K ニュース、手帳、学習漫画誌、15日総館小学館 MSN3K ニュース、学習雑誌、小学3年生、小学4年生の配管と、 小学生向け新ムックシリーズの展開について。小学館。h t t p w w w s h o g a k u k a c o j p s h o r t o t o n f i l e s s h o 3書 4pdf2012 年6月29日閲覧。小学館の学習ムック発刊のお知らせ。小学館。 http://www.shogakukan.co.jp スラッシュショートトンスラッシュファイルズスラッシュ gapushumok.pdf2012 年6月29日閲覧小学2年生休館及び今後の小学生向け出版事業について小学館 h t t p s w w w s h o g a k u k a n c o j p s i t e s d e f a u l t f i l e s m a n u a l 2 0 1 6 1 0 0 4 p d f 2 0 1 6年10月4日閲覧国民学校6年生以上中等学校1.2年生、および青少年が 対象国民学校6年生以上女学校1.2年生、及び勤労少女が対象国民3年生、国民4年生、国民5年生統合会代、国民1年生、国民2年生統合会代、小学1年生90年の歩み表紙コレクション2005年より、表紙ロゴが小6に解消。安倍首相や難病をやゆ。2018年2月15日閲覧。 河野誠也、学年史の時代をめぐる、社会史的考察、書店と戦後日本社会、山梨学院大学経営情報学論集21巻、山梨学院大学経営情報学研究会、2015年、57から76ページ、小学1年生90年の歩み表紙コレクション、小学館、2017年3月12日閲覧、小学館、小学二年生が、 休館へ残るは、小学1年生だけに、いざ、2016年10月4日16時24分。AB 小学館は、小学3年生、4年生も休館へ、学年誌、残るは2誌に、3キビス、2011年12月1日13時39分。AB 小学館、期間の学年誌を、大幅刷新へ、新聞化、2009年10月26日。 ありがとうございます。